今日も意味がわかるとゾッとする怖い問題を紹介するわ。お願いするぜ。今回も3問よ。でも最近意味がわかると怖い問題をよくやっているから、すぐ答えがわかってちょっと張り合いがないんだぜ。そんな声にお答えして、今回はちょっと難しい問題にするわね。あ、なんかすみませんだぜ。いいのよ。それじゃあ1問目よ。誰もいない家。友達と2人で話していたら、久しぶりに心霊写真を撮ってみたいと友達が言い出した。近くの山道に、惨殺事件があってからも未だに取り壊されず残されてた民家があるので、夜中に行ってみた。玄関から今、風呂場、トイレ、キッチンに父親の部屋。階段から2階へ行き、子供部屋からベランダ、母親の部屋、階段を降りて再び1階へ。最後に家をバックに一人ずつ片っ端から写真を撮って帰った。そして今日、出来上がった写真を見て俺たちは驚いた。何も写っていないのだ。もちろん俺たちは普通に写っている。霊的なものが何も写っていなかったのだ。おかしくね？もう成仏しちゃった、とかじゃねえかな？やっぱそうなのかな。じゃあ、あそこ行っても、もう心霊写真撮れないってことか。無駄だったなぁ。そうでもないよ。行く途中に結構周りから孤立してる民家、一軒あったから。次はそこ行こうぜ。おおマジで？そこも廃墟？んなわけねえじゃん。普通に人住んでたよ。今日の夜行こうぜ。オッケー、わかった。今のうちに適当に準備しとくわ。楽しみだ。かなり久しぶりだからなんかワクワクする。この後どうなる？というのが問題よ。ちょっと変わった二人組だな。誰もいない家に肝試しに行くのもちょっと変わっているが、霊的なものが何も映ってなかったから、がっかりしているっていうのも、ちょっと変わっているぜ。映画とかだと、こういうタイプは霊とか信じてない、とか言って一番にやられるやつだぜ。誰の話をしているの？問題はこの後どうなるか。普通に考えると、もう一軒の家に肝試しに行くんじゃないのか？そうかしら？あ、でも待てよ。ちょっとおかしいんだぜ。次行こうとしている家は人が住んでいるんだよな。そんなところに肝試しに行くか？まあ、人が住んでても廃墟みたいで怖い家はあるが。もしかして、住んでいる住人がお化けみたいに怖い人とか、変人な家なのか？そうかもしれないけど、この問題文からはそれはわからないわよね。確かに。それが答えだと、ちょっと問題としてはいまいちなんだぜ。でも、その点は非常に重要よ。重要？人がいることが重要。ちょっとわからないぜ。じゃあ、他におかしいところはない？他におかしいところ。そういえば、一番最後のところもちょっと気になるぜ。かなり久しぶりだから、ワクワクするって言っているが、この会話は前の家に肝試しに行った時の写真が、出来上がった時の会話だよな。今時個人的な写真をわざわざ現像する人がいるかは不明だけど、仮に現像しても、数日くらいだから、久しぶりというのは少しおかしいぜ。現像に1年くらいかかったのか？普通に考えると現像に長い時間がかかるのはおかしいわよね。だから普通に考えて、前回の肝試しからあまり時間が経っていない、と考える方が普通じゃないかしら？おお、ヒントきたな。やっぱり、そうなんだぜ。そう考えると、この二人の会話はなんかちょっとおかしい点が多いな。でも、やっぱりちょっとわからないぜ。ちょっとこの問題は難しかったかしら？それじゃあ、時間も経ったし、答えを発表するわね。答えは、この語り手の男と友達は殺人鬼。霊夢は何を言っているんだ？ものすごい超展開の答えが来たんだが。それじゃあ、解説するわね。実はこの二人は殺人事件の犯人だったの。最初の家に行った時の文章をよく見てみて。この語り手は、父親の部屋や、子供部屋、母親の部屋までわかっているわ。警察や家族ならともかく、普通肝試しに行った民家の詳細がわかるのはおかしくない？これはこの二人が惨殺事件の犯人で、この現場にその人物がいたから、覚えていたの。だから、ここで事件があったことを確実に知っている二人だから、霊的なものが映っていない、成仏してしまったのか、もう心霊写真は撮れないか、などという会話になったの。おお。この二人はかなりヤバい奴らなんだぜ。そして、最後の部分。普通は人が住んでいる民家なんかで肝試しなんかできないわよね。でもよく読むと、この二人は肝試しに行く、とは一言も言っていないわよね。え？どういうことだ？つまりこの二人は肝試しではなく、人が住んでいる方が都合が良いことを、今夜しに行く予定なの。つまり、次の惨殺ターゲットのところに行く、ということね。なので、この語り手の男は、準備しておく、かなり久しぶりだからワクワクする、と言っているのね。
もともとなんかおかしい二人だと思っていたが、完全に頭がおかしい二人だったんだな。皆さんもくれぐれも戸締まりには気をつけてね。それじゃあ、第二問よ。女子会。私の親友が、今日、日本を経つ。転勤することになったそうだ。前日の夜、送別会をした時に、お酒のせいもあっただろうけど、親友は暗かった。よっぽど転勤が嫌なようだ。送別会の最後に、一人じゃ心細いからついてきてほしい、と言われた私は、今日空港まで一緒に行く予定だった。なんでこんな日に寝坊するのよ、私。親友とはある駅で待ち合わせて空港行きの電車に一緒に乗る予定だったが、私は大事な日に寝坊してしまった。親友からは、先に行くねとだけメールが入っていた。まだ飛行機の出発には間に合うので空港に向かっていた。でも、さっきから親友に連絡しても繋がらない。やっぱり怒ってるかな。そんな時に、車内アナウンス。事故により、電車のダイヤが大幅に乱れ、この電車は一時停止します。最悪だ、不運が続くなと思っていると、隣の人の会話が聞こえる。どうやら事故で女性二人が亡くなったらしい。やることがないので携帯を見ていると、事故現場を偶然撮った動画がツイートされていた。そして女性は恐怖した。なぜか。というのが問題よ。普通に考えると、やはり事故現場を見たから、その悲惨さで恐怖したのか？まあ、その可能性はあるけど、それじゃあ、クイズではないわね。そうだな。正直これはわかったんだぜ。本当に？いつもこんな問題しているから、簡単なんだぜ。親友に連絡がつながらない。そして、電車の事故が起きて女性二人が亡くなっている。つまり、事故の犠牲者のうちの一人が親友で、事故の動画を見ると、親友が亡くなる場面を見て恐怖した。ということだぜ。3点ね。何点満点なんだ？確かにそんな映像を見たら、怖いとは思うけど、どちらかといえば怖いというより、悲しい気持ちにならない？まあ、確かにそうかもしれないんだぜ。じゃあ、違うのか？3点よ。3点満点ではないんだな。でも、まあ少しは惜しいわね。ヒントを出すと、もちろん亡くなった女性のうちの一人は友人だと考えるのが普通よね。そうなんだぜ。でも、なんで友人が事故で亡くなって恐怖するのかしら？映像が悲惨だったのか？そうかもしれないけど、そんな描写はないから、ちょっと問題としてはどうかしら。確かにだぜ。あとは、それだったら、別に亡くなった女性は一人でもよくない？確かに。ということは二人、というところに意味があるのか？その通りよ。これはヒントね。亡くなったのが二人。もしかして、実はこの語り手と親友は恋人同士だったとかか？そして、亡くなった二人は浮気相手だったとかか？それだと、どちらかといえば、悲しみとか、怒りじゃないかしら？確かに、恐怖はちょっとおかしいんだぜ。あとこの答えを忘れていたぜ。事故に遭ったのが友人で、もともと自分はその電車に友人と一緒に乗る予定だった。だから、映像で友人と別の女性が亡くなったのを見て、亡くなったのは別の女性ではなく、自分だったかもしれないと思った、ということか？かなりいい線ね。ただ、今回の場合はそうじゃないわ。違うのか。ちょっとわからないんだぜ。それじゃあ、正解を発表するわね。正解は、親友は電車に飛び込み自殺した。一緒にいたら自分が道連れにされていたから。事故じゃなく自殺だったのか？解説するわね。この友人は電車に飛び込み自殺してしまったの。問題文の最初の方をよく見ると、親友は送別会で暗かったこと。一人じゃ心細いからついてきてほしい、という発言。先に行くね、などよく見ると、そういった行動をほのめかす文章があるの。もともとこの語り手と無理心中するつもりだった親友だけど、語り手が遅刻したことで、計画を変更。先に行くね、の言葉通り、先に電車に飛び込み自殺してしまったの。でも、じゃあ、なぜ事故で亡くなったのは女性二人なんだ？親友だけじゃないのか？そこは、最後の文章にヒントがあるわ。事故現場を撮った動画を見た、ということは、友人ともう一人の女性が映っている動画を見た、ということよね。普通に親友が飛び込み自殺する動画も確かにショッキングで、恐怖するとは思うけど、被害者が女性二人とわざわざ書いてあるわ。なので、その動画にはあるものが映っていたの。そこにはホームに落ちた親友を助けようとして、逆に親友に引きずり込まれる女性の姿が映っていた、ということよ。つまり、もし時間通りに行ったら、この語り手がその女性の立場だったことを察して恐怖した、ということか。その通りよ。確かに、実際にこれが起こったと考えると、ものすごい恐怖なんだぜ。皆さんも、安全策のないホームはくれぐれも気をつけてね。安全第一だぜ。それじゃあ、最後よ。これは短い問題よ。放送事故。
アナログ放送の時代は、深夜にテレビの放送が終わると、砂嵐と呼ばれるザーという放送になる。これは実話なんだが、ある時地方のテレビ局の人が、夜勤で砂嵐の時間帯に、大人な動画を、うっかり公共の電波に流してしまったことがあったそうだ。もちろん、すぐに数十件の抗議電話が殺到したが、テレビ局の人はゾッとした。なぜ？というのが問題よ。大人な動画、というのは、いわゆるアッチ系の動画のことか？その通りなんだけど、ちょっとヒントになるかもしれないけど、それはあまり今回の問題では重要ではないわ。重要ではない。ということは、間違って流した動画のジャンルはあまり重要ではない、ということか。その通りよ。ホラーな動画でも流したのかと思ったぜ。あ、そっちのことね。霊夢はどっちのことを言っていたんだ？忘れてちょうだい。テレビ局の人がゾッとした。普通にみんなが見ている公共の電波で間違ったものを流すなんて大事故だから、それに気づいてゾッとしたんじゃないのか？まあ、確かにそんなミスをしたら、かなりゾッとしそうだけど、そうではないわ。あとは、これからさらに多くの抗議電話に対応するのを考えるとゾッとしたとかか？それだと、問題としては、ちょっとどうかしら。ゾッとする理由。もし自分がその立場になったら、と思って想像してみてね。その立場になったら、あ、もしかしてそういうことか？わかったかしら？これは電話を受ける人はゾッとするな。わかったようね。それじゃあ、答えよ。答えは、深夜に砂嵐の画面を見ていた人が、大勢いたことにゾッとした。やっぱりそういうことなんだぜ。それじゃあ、解説よ。普通砂嵐の画面になったら別のチャンネルにするか、テレビを消すわよね。寝てしまって砂嵐になっていることはあると思うけど、抗議が来る。ということは、砂嵐をじっと見ていた人が、大勢いた、ということになるわね。想像すると恐ろしいんだぜ。一体なぜ砂嵐なんかを見ていたのか。ちょっとヤバそうな人たちよね。ということで本日は以上よ。ぜひ皆さんもこのクイズを、友達に出してみてね。盛り上がると思うんだぜ。ということで、ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価をぜひお願いします。